にゃんにゃん、どうもシュネコです。今回も RPG のレストラン経営ってどうなの、やっていきたいと思います。パート12ってことで、今回は、前回の最後でですね、かなり前回の最後に、一応ボス的なものを倒したような感じがするんですけど、なんだろうな、なんか中ボスかな、なんか中ボスみたいなのね、倒しまして、さあ、その奥へね行ってみようって感じなので行ってみましょう。ボスやったんか、いやまだですね、多分中ボス的な存在やったんかな。で、おお、戦っていきまーす。ウルフマが出現タイプ、どっちゃくですね。黄色スパイス、あ、スパイス、ないな。まだスパイスない？ 98 ダメージ。いや、あと、どうだ？ 87 ダメージ。ただ、毒で36ダメージずつ、当たってますね。いけるかな？93ダメージ。92。たまらない。ちょっと、TP を貯めたいので、あ、カウンターとかある。あ、カウンターとかあるんですね。アイテム消費ないが何ができるかわからんね。あ、TP 使って、なんか連続攻撃できるんだね。っていうのなんで今知ったんだろうな。85ダメージ。砂煙。ちょっと大丈夫かな。砂煙はちょっと苦手なんですけど、大丈夫かな。効かなかった。よし、効かない。で、溜まりましたってことなので、使いましょう。百鉄鋼。交換使えなかったし、もうターンってことで、81、89、87ってことで倒しましたね。やったーってことで、なんか、ベリーとバナナをいただきまして、合成しましょう。スパイスがね、ないなー。どうしよっかな。デーモンスパイス2個。あ、青と赤がないのか。黄色はあるけど、なんで黄色はなんでこんなに多いんだい。あとは、そうだね。黄色がいっぱいあるのか。黄色があるけど、赤と青がないので困るって感じですね。困っちゃうなって感じです。ないのか。じゃあ、どんどん先進んでいきましょう。なんですけど、てか、見切り合ってんのかどうかがね、未だにわかんない。あ、なんか宝箱あったな。でも、あったあった、やった。おや、ちょっと取れない。え、お、なに、なに？なにこれ？何かのメモかな？順番は、黄色、青、赤。一応、取っておくか。何かのメモを手に入れた。てってるてってーってことで。あ、なんかメモ集めないといけないのかな？わー、戦いましょう。勝てましたー。お、青い木の実。よし。青い木の実。あ、違う違う、なんかセーブをしちゃったら、なんか、マジでセーブしとこう。じゃあ、ちょっとパニック作っときましょう。どうしようかな。あ、ちょっと体力回復しとこうかな。あ、でも、あー、ベリーとかバナナとか、今使っちゃった、あ、そうか、スムージー作らなきゃいけないのか。ちょっと迷っちゃいますよね。どうしようかなって、何作ろうかなってなるんですよね。ここもなんかあるよ。なにこれ、またメモ。なにこれ、何かのメモかな。後ろからゾンビが来ている。一応取っておくか。何かメモ手に入れた。パッパラパパパーン。2個目ですね。じゃあメモを集めないといけないのかなって感じ。ああ待って、覚えてない。あのアイテム入ってる。あ、よかった。広い方は順番は黄色、青、赤って書いてますね。で、2個目が、すべて下。すべて下？すべて下？もう1枚ぐらいあるかな？もう1枚ぐらいありそうな予感がするんだ。戦いましょう。はい、ってことで勝てましたね。あ、レベル7に上がった。7に上がりましたよ。セーブしとこう。宝箱をね、探さないといけないんですけど、どこだ？よし、あ、ありましたね。どこ？お、青、上？何これ？何かのメモかな？
謎解きは苦手です。おお、はい、ということでね、勝てましたってことで、とりあえずあれですよね、もう一個ぐらいありそうな感じが、あ、やっぱありましたね。じゃあこれ取りましょう。何これ、何かのメモかな。黄色を植え、黄色を取っておくか。何かメモを手に入れた。じゃあ戻ってみましょう。はい、戻ってきましたっていうかね、あの赤いレバーと黄色いレバーと青いレバーの前にね、やってきました。で、ちょっともう一度確認してみましょう。まず白、順番は黄色、青、赤の順ってことかな。あー、びっくりした。びっくりした。はい、急にね、戦い始まってびっくりしましたけど、今度は赤かな。赤色は青を上って書いてるんですよね。で、今度黄色、じゃあ青、黄色を上。はい、で最後黄色、すべて下。うん。あ、わかった、わかりましたよ、わかりました、わかりました。ですね、多分なんですけど、この白メモに書かれてた順番、黄色、青、赤っていうのは、このメモの色なんじゃないかなっていう予想をつけまして、まず、黄色が最初だったので、黄色はすべて下ってことなので、すべて下にしよう。すべて下にしました。で、今度ね、なんか白い紙の方で、次、青って書かれてたんですよね。青は黄色を上にしてくださいって書かれてあったので、黄色を上にします。で、最後。最後は赤。で、赤のメモに書かれてたのは、青を上にしてくださいってことなので、青を上にするんじゃないかな。あ、入った。やった。目すり。探偵業もありかもね。どうなんだろうね。どうなんだろう。どうなんだろうってことで。いや、謎を見事突破しましたね。やった。やっただよ。イェーイだよ、イェーイ。はい。はい、とかでね。で、ちょっと合成しようにもないんですよね。ちょっと右一個だけ作っとこうかな。で、多分この扉の先ちょっと怖いんですよね。なんかちょっとボス戦が待ってそうな予感するんですけど、スパイスがほとんどない状態、0、1、0なので、まあちょっとね、まあ勝てるかどうかわかんないんですけど、まあ生きる戦いは次回にしようかなと思います。ということで、今回のパート12はここまでにさせていただこうかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。